もし登れない場合は、よくあの小姫神社で待ってるしようかなと思って行ったんですが、残念にこんなに、まあ、よく晴れてしまって、まあ、今まで私がやらさせていただいてからも、ずっと朝まで降ってきても、登るべきだとは、やっぱり、前の方からの話を聞くと、大変良かったなと思ったんですけど、OB の方から、登ってくるのがやっとぐらいの状態なんですけども、皆さん、こうして、いい方が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 、これから皆さんに、こう、安心を深めたいと思います。皆さんも、また持っていきたいと思います。まだ、子供しながら、話できれば、よろしくお願いします。大変ありがとうございます。それから、大変ありがとうございます。ご覧のようにですね、この社長のですね、岡村清さんから、出たばたきの出身の方らしいんですが、大阪の駅で、出た方なんですが、今、こうやって、このように、出発していただいて、まだ、なんていうのではなってませんけど、だけで出発していただいたんで、これからもまだ、これ卵焼き。
うまくねえよ。おいしい、おいしい。この人は、一緒に持ってきたの？半日ぐるから、すごい仕事だって言ったら、半分、半分ない。いいだな、半分ね。いつぐらい持ったのなっちゃうね。な。ありがとうございます。